はい、皆さんこんにちは。 エック専任講師の荒川修一です。これより皆さんのね本試験の応援メッセージということで少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、本当に聞いていただくのはね直前期の直前期ということになると思いますのでお時間ないと思いますがまあ、何かね参考になればということでこうお話をさせていただきますのでまあ、勉強の合間にでもねもし見ていただける機会があったらまあ、いいかなというふうに思ってます。はいということで本試験私もかなり前にもうね本試験を受けたかなという。 ということでまあ、えー、懐かしさも、えー、覚えるような感じなんですがやっぱりもう当日、えー、どういった気持ちで受けていたかということなんですけれどもまあ、あのー、緊張は当然しますし、えー、いつも通りのなていうんでしょう平常な気持ちで本試験受けられないのはこれはもう当たり前だと思いますなぜかというと皆さんの一生がかかってますもんねそれも1年に1回しかないワンチャンスで受けていきますさらに今年はまあ、あのー コロナウイルスの影響もあってこういつ本試験ができるのかということでねこう余計なストレスもかかりましたから、ね、当日緊張感が増してしまうのはしょうがないと思うんですで、そんな中で、えー、私が何を心がけていたかなというふうに考えるととにかくやっったこことと以上のことってできない、ね、今までやってきたことしか、えー、マックスでもできないわけですからちょっとでも、えー、自分の実力が でも 1mm でも1%でも多く出るように、まあ、そのタイミングでベストを尽くしてくるということだけに集中するようにしていましたなので、まあ、結果的にね点数がどうなるかもわかんないしでもそれは周りの皆さんの出来具合で基準点なんて変わるので、えー、もしねあなたが」 点数取れなかったと思っても他のみんなが取れてなかったら十分合格するチャンスは出てくるわけですですから皆さんそれぞれもう本当あなたがその場でベストを尽くしてくるということが非常に大事だと思っていますしその気持ちになれれば、えー、緊張感ってそのうち薄れていく、まあ、緊張感逆にないことは決していいことではないので緊張することはいいことなんですなのでまあ適度な緊張感というのがまあより、えー よりベターな、えー、状況ではあるんですけれども、まあ、あなたが緊張するのは当たり前ですなので緊張している中で少しでもみんなそうですからその中で少しでも自分の実力に近いものを出せるように、えーね、ちょっとずつ、えー、やっていこうっていう気持ちでその場をねなんとか、えー、過ごしていっていただけばいいなと思いますしどうしても緊張感が取れないなっていうことであればもう本当に 焦る気持ちはあると思うんですけれども、まあ、えー、10秒でも20秒でも構わないので、まああの少しこう頭をこう空白にすぐ目をつぶって、今画像でも目つぶっていると思いますけど、こうやって少しね感 じっとする時間を作ってみるっていうだけでもあの、ね、10秒無駄になっちゃうかもしれないですけどその後のパフォーマンスが上がるのであればいいと思いますしあるいは何て言うんでしょうえ今から2日3日ですけれどもなんか自分の中でサインを作ってしまう例えばこう。 顔をを叩くことでスイッチを入れる、まあ、自分をねこうスイッチを入れるための何か例えばパチンってやるのでもいいかもしれないですし、まあ、あのよくスポーツ選手がやってますよねこ自分の「ルーティーン」っていう言葉が流行ってきてますけれどもそういったことをすることで自分のいい状態にねこう切り替えてスイッチを入れていくこともできると思うので、まあ、ここからあと数日ではありますけれども、まあ、あの知識が 落ちないように今まで持っていた知識を出せるように、えー、ずっと、えー、確認の作業は続けていっていただきたいんですがやっぱり当日ね、えー、どれだけパフォーマンスを出せるかっていうのが重要になってきますのでそうなるとまず緊張はするし、ね、緊張したって当たり前緊張してる中で何ができるかっていうことで少し考えてみて例えば一番良かった自分の中で一番いい パフォーマンスが出出せた時をこととを思い出すとか、そういった形で少しでもえ自分の実力がね100%に近い形で出せる何かっていうのを考えていけばいいしどうしようもなかったらえさっきも言いましたけれども10秒でも20秒でも構わないのでえ気持ちを落ち着けるというかねあえてちょっと一旦真っ白にしてみて緊張している中でも前に進んでいくためにこう一旦こうリセットするようなえまあアクションをねじーっと目をつぶってえ耐えて 空白頭を一旦空白にしてみるとかそういうようなことをねえしてみるだけで皆さんのパフォーマンスって出やすすいい状態になると思います私も実際ね本試験の、えー、当日っていうのは、えー、問題の見落としがあったりとかねあの試験官にあの注意されたりとか、まあ、いろいろこう緊張するような場面があったんですけれどもそんな中でこう通り抜けて何とか合格まではたどり着けましたので皆さんも何とかね自分の持っている力を出し切ってくる これの先にに合格があるといいいう,ふうに思っててただいて当日緊張するのはもう当然というつもりでぜひね,是非ねベストを尽くしてきていただきたいと思います私も直接お力添えすることはできないんですけれども皆さんが、えーね、あなたが1%でも多くね自分の実力を出してきてくれることを願っておりますのでぜひ頑張ってきてくださいそれでは本試験ね皆さんのベストを尽くせることを期待しております頑張ってください